見回りか。はい、今のところ異常なしって感じです。そうか、すまない。この戦厳しくなるだろう。あまり無理をしてはならんぞ。はい、雪村様。それは私のセリフでしょ。じゃあちゃんと仕事しないとね。真田幸村は主君武田信玄の命で北条軍の加勢に駆けつけた。上杉軍の関東侵攻を迎え撃つためである。幸村の行くところには二つの影がある。一つは幸村のそれであり、もう一つの影は幸村の忍び久野一のものであった。主の背を守り任務を忠実にこなす、その存在はそれ以上でも以下でもない。そこに湧き起こる一抹の寂しさを自慢の笑顔でかき消して、久野一は今日も幸村を守り戦場を駆ける。幸村様のお役に立てるなら軍神だって追っ払っちゃう。第一話、利根川の戦い。幸村様、謙信の野郎、何様のつもりか知らねえが、ここらででかい顔されて迷惑だ。潰す気で行くぜ。これより北条軍を援護する。任務完了。あんたみたいなチャラついた女に負けないから。またお侍の仕事を使うカニカニやん。少しはできるようだな。長引かせては不利。敵本陣に向け進軍を。大門！あんた何してんの？みんなで本陣を守るのよ。じゃあ本陣を任せた。私は敵を食い止める。敵を本陣に近づけなきゃいいんでしょ。はぁ、にすれば私は戻るわ。わけには参らぬ。
敵を挟み撃ちにしてやりなさい。行くぞ。これ以上は進ませぬ。真田の槍を受けてみよう。行くぞ。無茶する雪村様を私が守る。そうすればいられない。助けてくれるとは嬉しいぞ。いつもながら見事、そなたには助けられているな。雪村様、お気遣いありがとうございます。差し上げます。開門。子守の姉ちゃんのお出ましかい。片付けてやれ。よし、あたしがいて倒してくる。無理無理、だってあたしが先に倒しちゃうもん。あんたこそ無理無理、邪魔しないでくれる。ここで果てるわけには参らぬ。そなたのおかげで戦はうまく運んでいるようだ。またまたそんな、雪村様が頑張ってるからですって。お見事。これくらい楽勝でしょう。主が闘争を称え、飛行。さっき起こされた。でもこの子本当にすごいかも。雪村様、私の活躍見ててくれたかな。私の代わり、他の子じゃ無理だよ。
そなたの働き見事だった。カイ殿も素晴らしいご活躍でした。ほーんとすごすぎる活躍だったよね。同じ女とは思えない。へえ、私が雪村様に褒められたのがそんなに悔しいわけ？勘違い。自分がいつも誰にも褒めてもらえないからって。はあ、褒められてます。いつも私の実力で勝ててんのよ、うちは。いるんだよね。ひど、小せえんだよ、ドアホ。だってこの子が。今日で全部終わりか？終わってねえだろ。先は長い、死ぬほどな。何度戦に勝ったところでバカ騒ぎは続かねえ。この乱世の終わりまで、今からどこまでお前らがそうやってアホみてえにキャーキャー騒いでられっか、あの世に行っても見ててやる。